ヘンリー・オー、ニール・デ・ハネ・シー・グレイブ、ヘンリー・シー・グレイブは、イギリスのレーサーである。3度にわたる、自動車の速度記録と、水上ボートの速度記録を樹立したことで知られる。自動車で、時速200マイルを最初に超え、陸上と水上の速度記録の両方を樹立した、最初の人物である。1930年に、イギリス自動車クラブを買って152.33。 マイルパーアーの記録を樹立した。この記録は J.G. パリー・トーマスに破られるまで約1年世界記録の地位を保った。1927年3月29日千馬力のサンビームミステリー号で203.79マイルパーアーの記録を樹立し、初めて時速200マイルを超えて記録保持者に返り咲いた。1929年3月11日に新しい 車ゴールデンアロー号で2 3 1 4号、マイルパーアーの記録を樹立した。速度記録を競ったリー・ビブルが自己死したこともあって、水上の速度記録に専念するようになった。シーグレーブイン1930-1929年に記録を樹立した後、ガーフィールド・ウッドと競技するためにマイアミに向かった。9年間無敗だったウッドを破り、シーグレーブは、 ナイトの釈意を受けた。1930年2月13日、競技用ボートのミスイングランド号で水上の速度記録を樹立した後、事故を起こし、意識不明で病院に運ばれた。病院で意識を取り戻し記録の樹立を知らされたが、ほどなく肺の出血で没した。シーグレーブは1920年代に航空への興味を取り戻し、 双発単用のスポーツ機の航空機の設計を行った。木製のモデルはサロ・シーグレイブ・メテオとして製造され、金属製の機体はブラックバーン・シーグレイブとして3機製造された。シーグレイブ・トロフィー・シーグレイブ・トロフィーの受賞者の一覧を示す。ありがとうございます。